皆様、ハイタイ、はい、はい、本日私たちは沖縄本島から飛行機で約30分で行ける久米島に来ています。イエイイエイ。なんかお腹すかない？ペコペコ、ね、ペコペコです。もうペコペコよね。じゃあ今日は何系食べよっか。何系食べるとかあります？どんなのが食べたい？和食でも朝和食食べたので、朝和食食べたからイタリア系食べたいです。あ、イタリアン、確かにパスタとか食べたい。あー、もう、はい、今日はお二人の願いを叶えたいと思います。優しい。やったー。今日は久米島の食材を使ったイタリアンがいただける、じゃじゃん、バックショーさんに行きたいと思います。イエーイ。ここはヒカルさんが以前行ったことがあるところで、もう絶賛していて、私とかなさんも楽しみにしていたところなので、はい、早速行ってみましょう。レッツゴー。レッツゴー。ペコペコ。入ってください。あ、もうニンニクのいい香りがする。中野さん、おしゃれ。テラス席に行きましょう。はい、行きましょう。はい、ありがとうございます。可愛いですね。ね、でも今回はそうテラス席でいただきたいと思います。海が眺められる。ね、そうなのよ。で、これ食べたい。島ペペチ、ペペロンチーノ、いい、ね、島野菜。何、ガーリックシュリンプピザ。そうだね、やっぱり私は、うん、エビを食べたいので。じゃあもう一つがこの久米島産のウニクルマエビが入ってるシーフードのピザの、ペスカトーレ。ペスカトーレいいね。いいですね。と島野菜とベーコンのペペロンチーノ。ーで、ストップ。そうだね。美味しそう。にしましょう。楽しみ。注文します。なんか久米島の、この何軒か食事どころ行ったじゃないですか。もう全部久米島の、久米島産のものを使ったものね、料理が多くて、全部美味しい。そう、全部美味しい。そう、美味しすぎてたくさん食べてるよね、この研修、3日間の研修。自然にも癒されるし、食事も美味しいので、また食でも満たされるし、うん、久米島さん、緑と海のバランスがとってもいい、うん、海だけが綺麗とかじゃなくて、うん、海も緑も本当にバランスがいいよね、うん、海に、うん、好き、あったかいし、そうなんだ、人の温かさもいいよね。なんかさ、久米島のいいところって、美味しいところにちゃんと地元が根付いてるっていうか、うん、地元の人が通うっていうところが私すごい好き、うん、かる。で、またあの本島から飛行機で約30分で行けるってところが本当に魅力な、素敵なことだなと思うので、私も2日あの仕事がなかったらもうすぐヒュイって来れるよね。来てもうここで編集とかしたいなって思いましたもん。ペスカトーレいただきたいと思います。久米島さんのエビが使われていますからね。まずはパスタから。はい、いただきます。今アサリとシーフ、アサリとエビとパスタを一緒にいただいたんですけども、もうすっごい美味しい。このシーフードの何だろう、はぁお腹いっぱい。エビのプリプリ見て伝わると思うんですけど、うん、口の中にいたら本当にプリプリっていう美味しさ。そしてこのトマトソースなんですけれども、
と豆腐にシーフードの旨味が詰まっていて、なんだろう、本当にこの麺だけ食べてもシーフードのパスタってわかる、ソースにもシーフードの味がしっかり染み込んでるので、美味しい。いいね。そしてエビがもういろんなところにエビがいる。これ豪華ですよ。はい、いただきます。私は島野菜とベーコンのペペロンチーノ。うわー、最高。で、らっきょうとキャベツ、島キャベツですね、とオクラが今回のシーズンの島野菜だそうですよ。いいね。旬によってさ、その旬の島野菜が食べれるって幸せじゃない？ねえ。いただきます。なんかこの口に入れた時にはキャベツの香りとらっきょうの香りが、もうなんかお野菜の風味がすごいくるんですけど、食べたらなんかペペロンチーノだからオリーブオイル的なこのオイルと絡んでとても美味しい。なんかさ、優しい素材の味をちゃんと感じれますね。ちょっとじゃあオクラ食べます。はい。してるよ、オクラもちゃんとなんか栄養が、ほら、わかるかな、わかりにくいか、わかる、うんうん、いいオクラですよ、きっと。おー、いいね、うん、また久米島で採れた野菜ってところがすごいですね、うん、なんかさ、ペペロンチーノの味付けで野菜の旨味が消えてないのがいい、うん、おすすめ、これいいね、うん、こうやってね、らっきょうも入ってますから、あ、大きくじゃらっきょう入ってるんだね、ね、らっきょう好きのひかるさんからしたらもう最高のペペロンチーノだね。なんからっきょうの辛みとかもそんなにないから、もしかしたららっきょうが苦手な方でも食べれるかもしれない、うん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 、おいしい。必ず食べてください、ここに来たら。はい、パスタパスタと来たら私はピザをいただきます。で、こちらが久米島の車エビを使ったガーリックシュリンプピザです。すごいよね。皆さん言えますか、はい、ガーリックシュリンプピザです。ガーリックシュリンプピザ、難しくない？久米島さんの車エビを使ったガーリックシュリンプピザ、難しいですよね、うん、あ、違った、はい、違うそうです。もう一回言ってみて。久米島さんの車エビを使ったガーリックシュリンプピザ簡単さ今ガーリックシュリンプピザ、はい、こちらのこちらのエビはまた殻ごとのエビとむきエビがありますね。はい、ではいただきます。もうね、ゴロッ素材が入ったピザを初めていただきます。いただきます。待って、もう本当に美味しい。私もここに来て殻のエビ、殻付きのエビがもうこんなに美味しいっていうのにまず驚いてるんですけど、またそのエビの香ばしさと、ね、エビもプリプリだし、このトマトソースに本当に合う。ピザなんですけど、もう車エビがたくさんふんだんに使われているので、なんかこれ1枚食べれちゃうんじゃないかなっていうくらいこう美味しくて、もうエビが大好きになりました、ね、ぜひ皆様もこれ食べてみてください。おすすめです。ごちそうさまでした。あー、美味しかった、美味しかった、全部美味しい、全部美味しい、うん、あとピザの生地がとっても美味しい、この日後半で堪能したね、それを、うん、うん、しましたね、この一つ一つの料理にも、なんだろう、惜しみなくエビを使ってるっていうか、しかもでも本当に惜しみなく惜しみなく使ってるというか、惜しみなくエビでしたね、ね、一生分のエビを、贅沢すぎるくらいふんだんに使われてましたね、はい、一生分のエビ食べました。美味しかったね。でもそのくらいやっぱりあの久米島は車エビが特産品なので、もうぜひ一度来た時には食べていただきたいです。バックショーランチさんでは久米島の食材をふんだんに使ったパスタやピザも、その他デザートもありますので、ぜひ久米島に訪れた際はここでお食事召し上がってみてください。美味しかったね。
美味しかったし、景色も最高だから。そう、そうなのよ。ぜひぜひぜひ、果ての浜も見えるし、うん、はい、そしてこの動画が良かったよって思った方は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様、またやったー。よし、デザート食べよう。デザート食べよう。